広瀬まりのおしゃべり見聞録は、広瀬まりが感じたことをありのままにお伝えするポッドキャスト番組です。広瀬まりのおしゃべり見聞録。この番組は広がるつながる情報発信 IT コンサル光、 iPhone、iPad で生活が変わる有電クラブの提供で、木下城伝承館堀部邸からお伝えいたします。今日は第110話でございます。昨日からね、 CD についてちょっとお話ししてますけど、 CD を作ると言っておりますが、もしかしてどういう手順で CD で作られるのかっていうのはわかんないかなぁとちょっとふと思いまして、まあ、私もよく分かってはいないんですけど、とりあえずこう流れだけね、お伝えしようかなと思います。もう、怖な話をしますけれど、まず CD を作りたい気持ちが必要です。CD を作りたい気持ちと、それから CD に載せる何か、それはまあ歌じゃなくてもいいじゃないですか。歌じゃなくても、お話ししていることでもいいし、誰かの、販売しないんだったら講演ね、したようなものを、こう、CD に落として誰かに、みたいな。こともできると思うんですけど、多分ね、今は1枚からでも作れます。それはパソコンでも作れるっていうことなんですけど、今回はその、大量に作るので、まあ、業者さんにお願いをしておりますけれど、録音、まあ当然録音をしますよね。私の場合は歌でございますので、スタジオに行って録音をする。録音をして、まあそれはやっぱり技術の方がいるので、それは今回は吉金拓郎さんっていう方にお願いしてやってるんですけれど、録音をします。で、そのままこう、CD の音源にならないんですね。昨日ちょっと言いました、マスタリングっていう作業が必要だそうです。で、それは、例えば、そこそこちゃんと歌ってるんですよ。ちゃんと歌ってるんですけど、今すごいの、技術がすごいので、微妙な音の調整。さすがに、二つぐらい音外れてってなかなか難しいのかもしれない。それは声質がガラッと変わってしまったりするんじゃないかなと思うんですけど、でも微調整とかっていうのはすごい簡単にできるんです。例えば、ピアノの音がこうビヨーンって伸びてて、ちょっと長すぎるなと思ったらこう、プッて短くする。それはなんか、デジタルっていうの、こう、棒グラフみたいなのが出てきて、その、パソコンとかの画面に。で、それで、この棒グラフみたいな、このダーッと伸びてる棒グラフをちょっと短くすると音が短くなるというね。もう分かっている人にはすんごい、は、そんな簡単なこと分かんないのっていう話だと思うんですけど、知らない人にとってみりゃすごいことなんですよ。で、私たちが、まあ若い頃やっていたのってもう、本当にその生音というか、調整が効かないので一発撮りなんですよ。一発撮り。要は、一回録音して、あ、ダメだったらもう一回録音しましょうって、最初から最後まで結構やらなきゃいけないっていうような状況だったんですけど、今やっぱ切り張りなんですよね。それは昔もきっと、すごくお金をかけたことをすれば、切り張りできたのかもしれないんですけれど、まあ私たちがやってる方法だとなかなか切り張りは難しかったので、もうちょっと間違えるとまた最初からやり直して、ドーンって録音するっていう方法をしてたんですけど、今は本当に細かく調整ができるので、音の長さ、それから音程もちょっとずつこう微妙に変えていけます。で、そんな調整をかけていただきながら、今度最終的にこんな音がいいよねっていうようなことを作り上げて、マスタリングという状態で元の音ができます。で、それを、あれなんでコピーって言ったらいいのかな?それを元にして、何も入ってない CD に音をまず入れていく。で、それは、CD の音の方なんですけど、昨日言いました、デザイン、ジャケットがありますよね。ジャケットのデザインをしなきゃいけない。で、そのデザインも、表面に見えるところ、それから裏側はどうする、から記述することは何かっていうのを、こう、自分で決めなきゃいけないんですね。で、まあ、他の人の CD と同じようにすればいいんですけれど、特色出したいと思うと、なんかちょっと奇抜なことを書かなきゃいけなかったりっていうことがあるんですけど、今回はものすごく平板になってます。曲名と、それから歌詞カードを今回入れなかったんですね。で、まあ、欲しい方は、これができるか分かんない。ダウンロードみたいな風に、ダウンロードできるようにするとか、あと、まあ、そんなダウンロードとかできないわっていう人のために、まあ、言っていただければ、コピーとか、ペーパーで出せるような方法もちょっと考えたいなと思ってますので、どうしても歌詞が欲しいっていう方はダウンロードされるか、まあ、こっちに相談していただければいいかなというふうに思ってますけど、
なんか最近は歌詞カード入れないっていう、流行りだそうです。で、多分ですけど、発音、ある程度きちんとしてますので、そんなに聞き取りにくくって歌詞が全然わかんないわっていうのは、ないと思いますので、一回まあ、とりあえず CD を聴いていただきたいと思います。あ、なんか流れなのか、どうかよくわかんなくなりましたけれど、とりあえず音を作って、デザインをして、それがパッケージされて一つの CD になっていくというような流れで今回作りました。じゃあ明日は、じゃあどんな風に録音してどんなことがあったかっていうのをちょっとだけお話ししたいと思います。さて、110話はこのあたりで。今日の番組はいかがでしたか？皆様からのお便り、リクエストなどを募集しております。メールアドレスは info@marifan.club info@marifun.club です。たくさんのメールお待ちしております。YouTube チャンネルもありますので、そちらもご覧になって、チャンネル登録をお願いいたします。マリッペ TV で検索してください。それでは次回もお楽しみに。